こんにちは。はい、今日まいちゃん何やりますか。今日はですね、毎朝朝礼でやってるこの職場の教養ですね。普通はですね、普通に読むんですけど、今日は一人なしで読んでみたいと思います。はい、じゃあ誰が一番長く読めるかですかね。はい、はい、じゃあ最初にやってみたい人。はい。はい。はい、じゃあメガネくん。マジですか。はい。頑張ります。はい。行きます。はい。言ってもらっていいですか。はい、行きますよ、はい。私が言いますね。はい。もうちょっとほうつったりは。行きまーす。よーい、スタート。2月8日月曜日、何のために中継社員として働く A さんは職場で行われている朝礼に戸惑っていました。挨拶や返事を練習することが堅苦しく、職場の何今のどこどこどこ難しい。メガネくんはここまででしたよ。はい、じゃあ次は私やります。はい、言ってください、誰か。はい、よーい、いいですか、もう一回、はい、もう一回お願いします。よーい、2月8日月曜日、何のために中継社員として働く A さんは職場で行われている朝礼に戸惑っていました。挨拶や返事を練習することが堅苦しく、職場の教養の感想を述べることも気恥ずかしくて、朝礼に前向きになれなかったのです。その悩みを同じように朝礼を行っている取引先の担当者に打ち明けました。その担当者も最初は同じような戸惑いを感じていたそうです。その後何のために朝礼をするのかという意義は。はい、以上です。なかなか良かったですか。ありがとうございます。はい、メガネくんここまででしたけど、私ここまで行きましたよ。はい、じゃあ次ドゥトボさんお願いします。はい、やっぱこれはね、一気に早く行くのがいいですよ。よーい、スタート。2月8日月曜日、何のために中堅社員として働く A さんは職場で行われている朝礼に戸惑っていました。挨拶や返事を練習することが堅苦しく、職場の教養の感想を述べることも気恥ずかしくて、朝礼に前向きになれなかったのです。その悩みは同じような朝礼を育ってどこどこどこ、どうしたどうしたの、めっちゃ吐いてんですもん、息で。え、息吸ってたの。笑って吐いてます。はい、ゆうともえさんはメガネくんと私の間ですね。はい、じゃあまいちゃん、やばい、はい、ちょっと噛んじゃいそう。まいちゃん優勝候補ですよ。はい、じゃあ言ってあげてください。はい、はい、よーい、スタート。2月8日月曜日、何のために中継社員として働き A さんは職場で行われている朝礼に届っていました。挨拶や返事を練習することが堅苦しく、職場の教養の感想まいちゃん、読めてないっていうかさ、どうしたの、コロ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 、まいちゃんどこまで行ったの。あとあと3文字で、あと3文字でメガネ君に追いついたのに、まいちゃんここ肩こり何、おかしくなっちゃったの。おかしくなっちゃいました。はい、ということで私が1位でしたよ。はい、でまいちゃんがビリでした。じゃあまた今度やってみたいと思います。はい、じゃあ誰が一番上手だか投票してくださいね。さよなら。